トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。7月27日月曜日の朝です。今日の天候は曇りですね。今南西の方角なんですけども、こちらの方には青空も見えます。カメラをこうだんだんいつものように回してますけども、雲が、上空は全面覆われてるっていう感じですね。低い位置はね、割と雲が切れてて、早く梅雨が明けてくれないですかね。曇り空、今日は天気予報外れてくれて社会ができます。おはようございます。おはようございます。今日の糞の状態ですね。昨日一昨日と雨が多かったんで、なんか糞柔らかいですね。こう病的な緑便っていうのはじゃないんですけども、湿気を含んだ柔らかい便ですね。やっぱり天気早く晴れてほしいな。社外を開始しました。あとはなんか重たそうな羽音ですね。バタバタバタという感じで、出方も なんとなくこう一斉にっていう感じじゃないですね。厩舎の上に行く鳥も行ったりして、なんとなくばらけた感じで、今までの勢いがないですね。はい、だんだん上空上がって鳥がまとまってきました。今日どうなんですかね。遠征に行ってくれればいいんですけども、このまんまぐるぐる回ってんじゃないかな。スカッとしない空の中を飛び回ってる鳩たちです。では掃除に入ります。厩舎掃除が終わって外へ出てきました。あとは屋根の上で遊んでます。今日の鳩の起床時間は15分でした。15分経ってみんな降りてきちゃいまして、このように厩舎の上で遊んでます。今日は飛ばなかったですね。やっぱり飛びにくいのかな。湿度も高いし、給油明けだし、なんとなく元気のないオーナーの心境です。今日は5時半に社外を開始して、最初降りてきたのが45分ですね。5時45分に降りてきて、それからずっとこう給油をしてまして、厩舎の上で、で再び6時10分に一斉に飛び立ちました。何かに驚いたみたいなんですけどね。で、飛び上がってからですね、10分間飛んでまた降りてきて、今この屋根の上にいる状態です。今日は15分プラス10分、25分、2回に分けて飛んで25分飛ばなかったですね。鳩の本当に羽の音もね、飛んでる音も結構ね、なんか重たそうなんですよね。湿っぽいみたいな感じがして、そんな重さを感じる羽ばたきの音でした。これから戸屋も進んできますからね、羽も抜けてきて飛びにくいとは思うんですけども、やっぱり湿度と休養で飛びたくないのかもしれないですね。なんか今日このまんま外を出してても飛んでくれる気配もないし、猛禽でも襲われたりして事故でもしたらつまらないので、今日社外開始してまだ1時間
ちょっとなんですけども、呼び込んで今日の社会は終了したいと思います。本日もブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。